いや、ほんとに。やべえ。くっそやばいんやけど。偶然さ、25乗り行ったらさ、R6 あったんやけど。試乗できる。やばいねんけど。この姿勢さ、もはやさ、なんていうの、モトブロとかに無関レベルの前傾やねんけど、やばすぎややばいやばい、いかついや、でも想像以上に、ちょっと待って、俺 R6 ってさ R1 よりなんか乗りにくくてめっちゃきついイメージめっちゃ持ってたんやけど、意外と走り出したら乗りやすいっすね。これ姿勢はやばいけど寝てんちゃうかなってぐらい前傾やもん。軽いわ、めっちゃ軽い。こんな軽いと思わんかった。さっきまで25乗ってたんですけど、正直あんま違い感じひんねんけど、それはまあ言い過ぎたかもしれんけど、若干もうなってるかもしれんけど、全然違い感じひんねんけど。で、あと映像が多分常時した。足つきは、足つきはね、意外とつくんすよ、これ。169ぐらいなんですけど、身長。これ。なんすかね、足の前側のひらぐらいまでつくんですよ。なんせ行って突然 R6 あったから、R6 に関することを何も調べずに来たけど、こんな足つきもいいと思わんかった。わりかしつくねんな。姿勢バリかっこええやん、これ。バリかっこええで、これ多分姿勢。誰かちょっと。姿勢絶対かっこええ、これ。わけわからんと急に行ってあったからね。そのテンションで多分乗るバイクじゃないんやと思うんやけど、これ見ちゃったらどうしても乗りたくなるやん。でも見つけた時にもうテンション爆上げして、でも R6 もええですか言うたら、ああどうぞどうぞ乗ってくださいって言うから、 R25 と R6 一緒に乗っちゃったよね。うわ、音かっけークソ太郎やわ、これ。やばいやば、今月一番テンション上がってる。コーナリング、うわー、わー、やばすぎる。ちょっとしかアクセル上げてないのがやばいって。春の交通安全週間まっしぐらい。これは細かい情報とか何もお伝えできなくて大変申し訳ないんですけど、テロップかなんかで入れますので。なんせね、勢いで乗ったんですよ。勢いであったから乗ったからごめんなさいね、本当に。あ、トラクションコントロールですね。トラクションコントロール、ここにトラクションコントロールのボタンがついてて、メーターでね、トラクションコントロールが変わっていくんですけど、これを数字を大きくすれば機械がね多めに介入すると、ね、少なくすれば少なめに介入するという感じですね。まあ普通が3でめっちゃ介入してほしいならトラクションコントロール上げで、機械なんかいらねえよという人はこれ1でいっちゃってください。で、あとはまあ大型にはよくあるね、モードですよね。これを左にやれば、スタンダード、これが真ん中のスタンダードが普通のモードで、 A がなんかサーキット向け、A がサーキット向けらしいですね。で B が滑らかな、スタンダードより下、どうなのね、滑らかなモードになるという話でしたね。このバイクのもう本当に全体的な印象は軽い。うわ、6000回転のとこだけさ R6 って書いたんだけど、遊び心やん。一回高いギア入れてみた。あ、でも意外と高いギアにしても変な感じにならないんですね。今5速で40数キロですけど、そんなにっすよね。いや、なんか意外、なんかめっちゃ意外。こんなにフレンドリーな感じだと思わんかったし。さあやってまいりました、定番のセブンイレブンですね。ただね、足つきの不安があるのでね、ちょっとあんま降りたくないんですけどね、まあ俺の特等席行かせていただきたいと思います。ちょっと時間だけね、ちょっと時間だけお許しください。うえやへっへっ、うわ、めっちゃテールかっけえやん。何よこれ、これウイングや、すげえ。これやばいな、これハイボール飲みながらここずっとこうやって触っときたいな、これマジでかっこええやん。この細さをさ実現してくるって、この純正のデザインセンスがさもう半端なさすぎて。これハザードないんかな。ハザードあるやん、それあるわな。ハザードありますよ、ハザードつける、ハザード。いやー、でウインカーがミラーにインしてるっていうね。 R1 よりかはやっぱりこう小さくてスタイリッシュさを増してるというか、いやマジでいかつい。ちょ、写真撮る、写真。マフラーもすげえスタイリッシュ。なんかほんまにカスタム済みのマフラーみたいなのついてるよね。よっしょっと、こんな帰りましょうかね。まあということで、新型のね R25 乗り行ったら偶然横に R6 の試乗車もあって、テンション上がりすぎて乗っちゃったっていう動画なんですけど、やっぱりなんすね、一番の感想は、自分が勝手に決めつけてたのかもしれないんですけど、想像以上に乗りやすかった。もっと本気バイクなのには変わりないんですけど、乗りやすさもあるっていう、ちょっとなんかねホッとしましたね、乗った時に。いやー、ギャップ萌えっすね。これはバリバリいかついバイクやけど結構優しいみたいな。 R6 ええわ、ええわ、マジかっこええわ。最初でもあんまり元ブログ向きじゃないかもとか言ってたけど、この首の上げ具合にもまあまあ慣れてきた。どう、映像まあまあ前向いてない慣れてきたんやけどいやー楽しかった。これは楽しい。こんな、以上 R6 とランページモンキーのゆうでした。バイナラビー。